はい、ジュンです。今回も通信やっていきます。前回は交換をやったんですが、今回対戦をやっていきたいと思います。対戦は、幻のグランドライン冒険機同士でしかできないです。で、こちら戦いの規定を設定します。これで行きましょう。で、こうやって、自分のキャラクター、仲間にしたキャラクターを選んで、行く感じです。これはね、別に、どういう組み合わせでもいいです。いわゆる、ストーリー上ではルフィは絶対入れないといけないんですけど、ルフィは入れなくてもいいです。この対戦ではね。まあ、ここは、ルフィで行きます。まあ、理由はちょっとね、隠しキャラを出したいので、実は隠しキャラっていうのは、ね、この対戦でしか出せないキャラクターがいるので、その法律を重視して、お前一人だけです。まだちゃんとした対戦動画はまた別で出そうかなと思ってはいます。ので、まあ、動画出たらまたそっちの方もよろしくお願いします。今日待機が意外と長いんですよね。負けてはしまいます。で、実はこれ、実はもう、これセットしてあって、これ、負けてし、100回負けると、こんな感じで、ミホークが仲間になります。めっちゃバカにされてる、まあ、ですよね。おう。あ、優しい。はい、ありがとうございます。ということで、仲間に、ミホ、100回負けると、ミホークが仲間になります。で、これ対戦していきまーす。今回自分も 99% にしましょう。はい、ミホークはね、使えるようになってます。前回、交換仲間にしたキャラクターとかも出てくるんで、20勝しました。すると、こんな感じで、ラッキールーが出てきます。赤髪海賊団の幹部です。はい、ありがとうございます。で、40勝すると、ウソップの父親で、赤髪海賊団幹部のヤソップが仲間になります。いやー、原作での再会はいつになるんでしょうかね。あ、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、
80勝すると、赤髪海賊の副船長のベンベックマンが仲間になります。おう。はい。ってことで、100勝すると、まあ、予想ついてたと思うんですけど、赤髪海賊団船長、4校の一人、シャンクスが仲間になります。やった、4校が仲間になったぞ。で、シャンクスの説明と、ミホークの説明、豪華七部会、ミケラの一味入って、解雇にならんのかな、除名されへんのかな、ベックマ。で、ラッキール。で、エゾップですね。ってことで、今回の動画は以上となります。じゃあ、本編動画も、よければ見てください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。それでは。